ははいこんばんば文具王です文具王の文具深夜便、今日はこんなお話です。ほいえっ、ー、とですね、まあ、実は最近手に入れた、えー、ま文、あ、具王の秘密兵器初回ということで、ですね今日はこの、えー、道具を紹介したいなと思います。これ実はですねマグネットビューシートというシートなんですけれども。 えーまあ、こんなペラペラのシートなんですけれども、これはね、手のひらに載せてこのぐらいです。こんな名刺ぐらいの大きさしかないんですけれども、このシート1枚でですね、えー、実は4000円ぐらいするという結構高いシートです。まあ、ちょっと大きいのももちろんねこれ買えるんですけど、大きなシートはですね軽く1万円、2万円ってしてしまうですねでかい、えーまあ、まあ結構高いシートなんですけれども、これ何かというと、ですね実はあのプラスさんの,あのクリーンノート書いてとか、ああいうやつと同じような感じでですね、えー、中に えー、ま磁、あ、性体を閉じ込めたマイクロカプセルが塗ってあるっていうシートになっていてですねまあ、何をするかというと、まあ、商品名がマグネットビューシートっていうぐらいなんでまあ、磁石をね、えー、見るためのシートになっていますまあ、どうやって見るかというとですね非常に簡単な話でですね磁石が内蔵されているものの上にまあ、持ってくればわかるというやつなんですねまあ、例えばですけれどもこれはテープカッターですけれども底の部分に磁石入っているよっていうのがねあるわけですね まあまあ、ここにもうちょっと見えてますけどね。えー、見えてますけれども、こういうのが、じゃあどこに入ってんのかな、みたいなのを探すときにですね、このシートをですね、上にかざすとですね、こうやって置くとですね、ほら、すげえわかりやすくないですか。こんな感じでですね、ここに磁石があるよっていうのがわかります。で、2個入ってるってわかるし、これをずらしていくと、もう1個ここにも入ってるっていうのがわかるようになっています。ね。 っていう感じなんですよね。なので、まあ、こんな風になっていて、えっ、ー、とー、で、この白いところっていうね、黒いところが、ま、磁力線がこっち向きに出ていますよっていうところですよね、ってなっていて、これは、あれかなあのー、ヨーク版かなんかが入ってるのかなまあ、そんなのが見えるようにはなっていますよということでですね、あのー、ここに磁石があるっていうところが、ま、こうやって黒く出るようになっていますよというシートです。これわかりやすくていいですよね。 なんで、まあ、どこに入っているかっていうのが全然見えるようになっていまして、えー、例えばこういう製品ですね。これ、んと、えー、明日の、明日の本放送かなんかに入ってるかなとかになっちゃうと思うんですけれども、えー、まあ、そこでもこれの話しちゃったんですけれども、えー、こうやってね、えー、マグネットで壁にくっつくよみたいな製品があったときに、こうやって乗っけたときにですね、ほら、ここにマグネットが入ってるよっていうのが、こうやってやると見えます。ね。 裏面から見たらどこにあるのかなんてここですっていうのが分かるようになっているのでほらこうやってあげるとですね物の中に見えなくなっているものも見えるよということですねこれえっとアップルのですね最近の,の iPhone の12ね12に使われているですねマグセーフっていうねまあその機能があってここにまあ実は充電用の,あの非接触タイプのやつをですね持ってきてここにまあ持ってくるとカチッとこうで止まると まあ非接触充電ができるようになっているのでっていうことなんですけれどもそういうのがカチッて止まるためにじゃあどこに磁石入ってんのかなというのがこうねこう裏から見るとなんとなくここにこうやってねあの白いこの線が入ってまあ見えますけれどもじゃあここが辺がですねこっち側から見るとどうなってんのかっていうとですね入ってやるとですねほらこ,うこんなはっきり見えるんですよほらここにだから磁石が入っていてこれでその充電の えー、まあ、ところにベースのところにパチってくっつくんだよっていうのがわかりますよね。あと傾いてずらしていくとほらここにもなんかあるっていうのがわかりますね。ちょっと残像が残っちゃうんであれですけれどもまあこんな感じです。ここに丸があって、えー、ここにもなんかあってっていうのがわかりますよということですね。まあ、こんな感じです。まあ、こんな感じですね。 っていう形がわかるということですね。だから、開けなくてもわかるんですね。僕、すぐ分解しちゃうところがありますけれども、こっちから見ても、あ、こっちから見るとすごいわかりますよね。こんな感じになってますよ、という感じになってますよ、ということなんで、まあ、外から見るとわかんなくても、中に入ってるものを見る方法があるよというのは、まあ、すごくありがたいことですね。よく僕は分解するんで、分解分解って言われますけれども、えー、分解しなくて見れるんだったら、それに越したことはないので、まあ、本当はね、 家にレントゲン装置があればいいんですけども、そうもいかないので、ね、こんな感じです。まあ、例えばこういうですね、えー、まあ、あの、何ですか。 えやつもですねこういうところをこうやって見るとですねほらなんか三角のマグネット入ってるの分かりますここにちっちゃく三角のマグネット入っていてここの隙間のところに入るようにするためにこれ多分専用の磁石ですね磁石って大体四角とか丸とかで作ることが多いんですけれどもこれはここにはまる用の磁石ということでわざわざ三角の磁石を作って入れたんだなっていうのがこうやってかるというふうになっています。 さらに面白いのは、例えばこういうやつですね。えっ、ー、と、磁石、なんだっけゴム磁石とかよく言われるやつですけども、こう,こういうやつね。えっ、ー、と、よくシート上で売ってたりしますよね。あの、ホワイトボードに貼り付ける、なんかね、えー、こう、帯状のものとかによくあのね、テプで貼ったりとかもしますけれども、ああいうやつですよね。でも使われている、まあ、比較的自由な形で型抜きしやすいので、まあ、あの、よく使われるやつですけども、これって、 どうなっっててるかって知ってますこれどこでも切れてどこでもつけられるんですけれどもそういえば曲線どうなってんのかなってあのまあマグネットって必ず NS があってですねどっちかの面がこっちにくっついてるわけですけどもじゃあシート全体がこっちに N 面とか S 面があるんだとしたらですねひっくり返すと腫れなくなったりとかするだからあのシート同士が反発し合ったりとかして困るみたいなことが起こるのかなって思うじゃないですか。 実はそうではならなく、ならないようになっていて、実はこういうシートっていうのは、どんな風に磁力線をこう書き、はい、切れちゃったのでもう一回やりますけれども、すいません。えっ、ー、と、まあ、ここなんですけれども、えっ、ー、と、どんな風なね、パターンで、えー、ここに磁力がついているかというとですね、これは非常にわかりやすい話なんですよこうやって乗っけるとね、見れるわけです。ほら、しましまになっています。ということでですね、 えー、これどうなってるかというと、NSNSNS NS NS って順番に並べておくんですね。で、間の部分っていうのは磁力線がこう出てるのが、まあ、隣に入っていくみたいな感じになってるので、ここは反発してるところだから、えー、黄色く出ちゃうんですよね。という感じになってます。ということで、まあ、こんな感じになってますよ。というのがわかります。ね。なんで、えー、こうやってですね、えっ、ー、と、見ると、まあ、どんな磁石なのかっていうのが、こうやって外から見たのではわからないものが見えます。ね。 面白いですよね。で、まあ、これで、えっと、さらにさらにっていうところなんですけども、磁力がコードとして書かれている部分もわかるという話なんですけれども、え、これ、クレジットカードなんですけれども、あ、最近のクレジットカードすごいですよね。えー、表の面に数字がなくなりましたね。こう、セキュリティの問題ですかね。で、実は裏に書かれてるんですけども、裏のここの、ここの部分に書かれてるんですけれども、名前とかは書かれてる。表にはね、本当に名前だけしか書かれてないですね。 なんで外から見てバレないようにしてるんだと思うんですけれどもすごいセキュリティのレベルが上がっている感じはします。なんですけれども えっと、ここの部分ですねで、こっちは IC チップが入っていて、ここの中でですね、えっとまあ、処理ができるようになっているので、まあ、これも使われているんですけれども、あの従来型の磁気ストリップで、ですねここのところが磁気で書き込まれているので、シャッてこうやるとね読み取れるわけですけれども、ここに磁気のコードが書かれているということなんですけれども、コード、じゃあ、ね、本当に書かれているのかってやると、ですねこう分かりますか、こうやると、ですねほら、コードが。 見えるんすよ。2行になっていて。まあ、これ、あの、解像度があんまり高くないので、これで、しかもこんだけしか見えてないからあれですけども、すげえちゃんと読める人だったらですね、えー、これをちゃんとかざしてあげるとですね、まあ、あの、DNA と同じでですね、このしましまのね、えっ、ー、と、強弱とかをですね、きちんと読んでいくとですね、これが10の信号になってるはずです。っていうことなんで、 えーとはいこれでですねここに書き込まれている信号ってこうやってね目で見れるんだっていうのがちょっとびっくりしますよねはいという感じでですね、えー、まあこういうものにすらですね、えー、どんな風にコードが書かれているかまでを読めてしまうというですねまあこれでもうちょい解像度高かったりすると、えー、本当にあの書かれているコードを何、えー、ですかね えー、その機械を使わずに読み取るっていうことがですね実はあの、まあ、目視で読み取ることが本当はできるっていうですねまあ人の目では読めない、えーとまあ、時期的なコードであったりとか人の目で見ることのできない磁力線っていうのをこうやって可視化するっていうツールなんですね。でまあこうやってあげるとですね、まあ、中に何が入ってるのかっていうのをこうやってあげると、まあ、一目瞭然なんですけどもやっぱり僕ら目で見ていくっていうのはすごい大事だなと思っているのでね。 あのこういうツール、それもね、こうやって載せるだけなんですごく便利ですよね。で、あのこのシートをやっぱ買おうって思ったのは、やっぱね、あのこれ、あのマグエバーっていう会社があってですね、あのえーまああののま えとマグサンドとか作っているあの会社ですけどもそこの方がですね、えー、あの磁石を説明するときに使ってたのを見てなんだそれと思ってですね、えー、検索したら出てきたので買ってみましたよということなんですけれどもいやいや面白いツールを手に入れましたという感じです。ねまあまあ高いっちゃ高いんですけれどもでもですねあのまあ 僕はよくあの分解したりとかしていて皆さんに見えるようにっていう形でですね動画を作ったりするの大好きなんでその中身がどうなっているのかっていうのを説明するためにいつもなんかバラしたりとか切ったりとかいろいろやってますけれどもまあこういう見方もあるよねだから人の目には見えないものを見えるようにする方法っていうのはいろんな方法があるなぁなんて思ったりしてですねあーこんなツールがあるんやっていうのにえーまあ 感動しましまた明日のえ本編は,あのはですね、これ、全然それ、これ使うほどの大したことではないんですけれども、このですね、カッターが新しくなったよっていうのの中でですね、両面に磁石入ったっていうのをちゃんと見せるっていう、それだけのためにですね、これを使うわけですけれども、もうちょっとね、見るだけでは分かんないけど、これすごいよねっていう時にですね、このシートがドヤ顔で出てくるといいななんて思いながら、今日はですね、 えー、そんなシートを手に入れたぜっていう話でありました。えー、おやすみなさい